こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、カルビーの変わり種ポテトチップス寿司とコンソメ2種類ずつ計4種を食べたいと思います。ポテトチップスといえばスプラのフェスでもあったように塩とコンソメパンチ、あと海苔塩、シンプルな味付けとして広まっていますが、そんな薄塩コンソメパンチでも時折変わり種が来るんですね。それぞれクリスプや厚切りなどごとでも食べ応えがありそうな響きです。ではまずはクリスピーな、まあ、どちらも好きなんですよね。うま塩かのクリスプから食べていきたいと思います。クリスプザクッと食べ応え、本当にダケダケしてるのかな。それ中身はこのようになってます。塩なじゃがいもの香りがしてきました。では中身は通常のポチップスとは違ってちょっと厚みがあり、他社さんの製品持ってきて申し訳ないですけど、ナッツコチップスターに近い食感になってますね。今の食感は触った方の食感です。ではいただきます。今日のポテトチップスもパリパリサクサクで、以前食べたものとはまた違った美味しさがあるんですけど、これ他の場所どっかで食べたことがあるような味とも思えるな。だからせっかくのカルビー製なのにちょっと残念な部分もあるかな。だけどやっぱりポテトチップス自体は美味しいので、もっともっといろんな種類出てきてほしいですね。他の種類が出たら食べたくなるようなポテトチップスに仕上がってると実際に食べて私は思いました。他のじゃなくてそれぞれの食感がどうなっているのかはこの後すぐに説明するとして、あとはどうかな。さてさてさて、あなたは何味が気になりますか？ごちそうさまでした。最初に食べたポテトチップスクリスプはやはり食感もナビスコチップスターに出てとした味わいになっていますね。なのでサクサクではなくザクザクという名前の通り少し食べ応えがあって、その中でシュワッと旨味が広がってきます。ただナビスコのチップスはやはりあまりにも煮すぎてしまっていて新鮮さは感じなかったですね。なのでどうなんだろうな、他のフレーバーが出てくればあるいは変わるかもしれませんが、自分はまたまた買うほどまた買うほどではないかなとは思いました。まあ、美味しくはあるんですよね。噛んだ瞬間に塩味やコンソメの旨味がブワッと広がってきて、普段とはまた違うザクッと食感も味わえたので、その次に食べたの厚切りのためのコンソメ味と薄塩味はどちらも通常版より噛んだ瞬間の味がかなり強めになって、特に薄塩は最初にピリッとした塩味が広がってきたなと思ったら、食べ進めていくとパッケージでも何も書いてあるんですけど、後味に厚みを持たせる隠し味として入っている出汁の風味と言っていいのかな、ホタテ昆布が口の中にじわじわと広がってきて、ただ普通のポテトチップスとはまた違う奥深い味わいを楽しむことができました。ただ形はこういうざく切りポテトってあったよな、カルビーさんがそうじゃないのか忘れてしまいましたっていうような、ね、形に新鮮さはないんですが、クリスプとは違い味の方でかなり強い新しさを感じることができて美味しかったです。今回は薄塩的なのでひいきするわけではないんですけど、こちらの薄塩味の方がより強く味の深みを感じることができる仕上がりになっていて美味しかったので、今回はカルビーザ厚切りポテトチップのための、あ、もう何を感じるの、カルビーポテトチップスザ厚切りのための薄塩味を代表として5点とさせていただきます。それでは、あ、猫の恋柱になるかな、心の猫を見ていて癒される人なのかな、というわけで本日はカルビーの変わり種薄塩コンソメポテトチップスを食べてみましたが、あなたは何が気になった商品はありますか？もしあるのであればぜひ食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。あと動画へのコメントリクエストもお待ちしていますよ。では演舞終演。